今回の動画では、ある日の出来事をできるだけそれに合わせて再現したいと思っています。私は頻尿で、夜中から朝にかけて何度もトイレに起きることがあります。こんな感じです。よいしょ。よいしょ。また息となってきた。よっしゃ。こんな感じで何度もトイレに行くのです。多い時では7、8回トイレに行くこともありました。あれ？これなんな？なんでこんなとこにこんなんついてるんな？先ほどパンツの前のゴムの部分にほんの少し血がついていたのですが、今トイレから戻ってきてびっくりしました。ちょうどこの位置に血がついていたのです。見てください。これが血ですが、ちょうどこのような感じで私の股の上に血がついているという感じになっていたのです。それで私がすごく驚いたのです。それから不思議なことに、パジャマの外側、内側、そして上の下着には一切血がついていないのです。血がついていたのはパンツの前のゴムの部分、それも内側のゴムの部分です。それと掛け布団にはこんなにも大量についていたのです。私はこれにはすごく驚きました。それですぐに病院に行かなければというふうに感じたのです。再現映像を撮った翌朝、起きてみると絨毯にこのような感じで実際の茶目の血がついていました。もちろん再現映像でこちらにつけたのはケチャップで、今はもう消していますが、1月20日の当日はここにべったりと茶目の血がついていたのです。それで私はびっくりして病院に行こうと決心したわけです。その時は私はこれが茶目の血だとは思いもよりませんでした。早速その日の朝、病院に行きました。診察していただいたところ、私の膀胱と直腸の間に
かなり大きな腫瘍があるということが分かりました。その腫瘍は膀胱と直腸を圧迫しているような感じでかなり大きくなっているようでした。これは早く取らなければならないということで、命にも関わるような内容のものでした。特にあの時、掛け布団のちょうど私の股の上に血がついているということは奇跡的なことでした。私はそのことに驚き、病院に駆け込んだのです。このことがなければひょっとしたら放っておいたかもわかりません。ジャメは自分の血をつけることで私の命を救ってくれたのです。じゃあわし大変やけどな、なあ、ありがとうな。チャメは不自由な後ろ足で血を出しながらも私の命を守ろうとしたのです。